こんばんは。こんばんは。ああ、あ、ぶぶぶぶ、ら、ライトが、あ、ライト不調。色変わっちゃった。も、ま、う、あ、いいか。ライト。は光ってるから。いいやん。こんばんは。ちょっと久しぶりの。配信。なことない。一週間ぶりぐらい。 持ち,立てないちょっとんか何しちゃったのかわかりまへんなんと矯正に矯正治療してあのハーフリンガルって言って上の歯が裏側矯正で。 表の歯間違えた。下の歯が表側っていう、なんかハーフリンガルって矯正の方法を、まあ、かるこれ、3年近くやってるわけですが、まあ、もう3、三周年ですね。3周年ぐらいなんですけど、ついに終わりが、終わりがっていうね、ワイヤーの終わりが見えてきて、んで、最後に、あの、なんか、 先月の時点でもう言われてたんだけどあのちょっと次ボタンつけますって言われて先月の時点でボタンつけるって言われて「ああ何それ?」みたいな知らん知らんと思ってなんかあの私教材始める時にアンカースクリューは入れるかもって言われてたんですよあのネジネジをなんか歯茎にぶっ刺すやつ 何かやるかもって言われてたんですけど結局感化作りやらずボタンなんかでもこれボタンって結構みんなやるらしいなんか絶対にかみ合わせの最終調整でやるら,ずらしくってそうかみ合わせ上下のうまくかみ合うために。 あの透明の子みたいななんかクッカクンガクがカクカクカクンクッカクンガクがカクカ書いてカク四角につないでんですよ上下の歯をこっちやるとなんかもうあのなにあ人形みたいに <laughs> 動く <laughs> ですけどなんかそれな言ってるなんか 虫いないか。であなんか響いてんだ私が喋ったら何かが響いてじじ言ってんだうんです。だよねなんか気になるうん私が喋ったじじは。でさあなんか書くんですけど。 これがなんか、一応、ま、あ多分、右もやんなきゃいけないから、あめっちゃだるい。なんか普通に考えて、あ、もういっぺんにやればよかったなと思ったんですけど。ね、私もさ、なんか、ボタンつけますとやって言て、で、調べたの、いろいろつける前に。つける前にめっちゃ調べて、で、え、こなえ、え、えみたいな。なんか写真とか見ても結構なんか、すんごい書き方してる人とかもいて、 もうなんかこう何それどう考えても口開けれないっしょみたいな書き方していてなんかでも同時にやってほしかったんだけどなんかあんま言わんかったのはもな何だって笑ったらねここにねってんですよかかいのあらでもあわ分かんないね ちょいなんか寝、ね、ついてんの。だから、なんか口開けた時に、なんか止めるのが、1個なら気になんないけど、なんか2個ついてると、なんか気になるなぁと思って。で、いやもうちょっと自分の卒業も控えてるし、なんか、さすがに2個つけて卒業するの嫌だなぁと思って。 でまたこれ遅らされてんだろうけどまあもう別にいいやと思って <laughs> であの特に言わず左だけ多分普通は両方噛み合わせいっぺんにやるはずだから、ね、両方いっぺんつけるもんだと思うんですけどだから左しか噛み合わせ合わないんですよこれ右何も噛み合わさってないから。 な,話なんですけどそう舞台はなんか別にねあのドアップでされるわけでもないし写真もないからなんか何でもいいんですけどあの卒業公演が嫌だったんです。<laughs> <laughs> 私にとっては卒業公演のなドレスの写真に全てなんか前歯にかってしたらなんか透明のボタン2つついてんのがすんごい嫌で <laughs> であんま分かんないね言うてあーあじい言ってんの私のゴムだこの歯のゴムがジジ言ってんだ 私が喋るからジジイなっちゃうんだ聞こえるかな聞こえた聞こえないさすがに音拾わないこれだ私が喋るからジジイになるんだ なんかるるよねでも喋普通の喋るにはこうやって問題なく喋れる多分私普段そんななんかいちいち一言一句「あのそれで」みたいななんか一個一個こうやって口開けて喋んないじゃないですかまあ多分みんなもそうだと思うけどだから普通にしゃべる分には問題ないから多分握手会とかも普通にこれつけたい。 あのできるだけあ食事の時に取るんですよなんか一日20時間以上基本取んなきつけてなきゃいけなくて取れるの4時間とかだっけだから本当はもうずっとつけてろってやつで食べるたびに一応ゴ,ゴム使い捨てだからあの外して新しいやつをまた歯磨きして引っ掛けてみたいなやんなきゃいけないやつなんだけど 私が、間違ういや、これ、無理っすって言って <laughs>、なんか一回やっても、一回、そこの、なんか、最初にね、かけてもらった瞬間に、あっ、舞台終わったと思って、なんか一応言ってたの。言ってはいたの。この、うう12月、1月、もうミュージカルあるんで無理ですって言って、それで口開きにくくなるやつ、無理ですって言って、言ったら、なんか、 でも口開けるの問題ないですって言われたから「ああじゃあそうですか」と思って「あわかりました」って言って言ったらつけたら「そりゃあ考えやけはっ鍵じゃ気が開くわけないじゃないですか。あっが開く循環なんですよ」。だからもうめっちゃもう先生に申し訳ないけどあのちょっとこれを終日つけるのはスケジュール的に厳しいですって言って。 でも結局つけないとつけないであのやる機会が伸びるだけなんですけどでもその代わりにか夜は絶対やるからって言ってあの最初にやるはずのゴム強度よりも1個上がりましたゴムの強度がだから <laughs> ラッキーだよね結局 <laughs> 弱い京都にさ ななんかされれてたらそれも動くの減るじゃないですかで全然問題ないんですよこれ今日と1個予定のよりも1個上げてもなんか、ま、さすがにチケけた直後は違和感あったしなんか痛かったけどなんか今とか喋んないとやっぱ引っ張る力そんなかかんないから問題なくて。 もう慣れてくると痛みとかにも慣れてくるしで基本私痛みそんなにあの感じない人だから基本 <laughs> でもいなんか痛み鈍いタイプだからなんか結構大丈夫で。でだから寝る時がメインっていうのであの一個強いのにしてもらってでもなんか。 とはいえそれでやらないとどうなりますかって言ってきいろいろ聞いてあのそしたらやるのやっぱ夜だけだとあの終わるの遅くないなんか基本は12か月で終わるって言われたんだけど12か月が多分ちょっと多分それだと伸びますって言われたから嫌だと思って <laughs> 絶対に <laughs> 絶対にもう2か月では終わらせたいと思って。 一ヶ月では終わんなかったとしても、二ヶ月で終わらせたいと思って。だから、今日とかもずっと一日中つけたし、スケジュール的に問題がないとき、歌えなくもないんです。歌えもするんですよ。でもまあ舞台って考えるとちょっと無理だから、舞台のときは外したいなってもちろん。 だからさすがにでも年末年始とか年末年始とかはもうずっとつけれるじゃないですか言うてるのとかあそうお食事の時だけお食事だってそう食事の時だけ外して。 だでなんかかけ方が結構やっぱ本当にちっちゃいゴムねこれくらいのちっちゃいゴムをあのビヨーンって引っ張ってあの4箇所で止めて四角にしてるんですよ。でなんか先生に「これなんかつけ方難しいよ」って言われてでももうコツつかんですぐつけれるようになったし。 撮るのもあのもうノールックでいけるようになったなんかさっきイライラしちゃって <laughs> さっき <laughs> あのお家にカントリーマムのいちご味があってカントリーマムいちご味だと思って嬉しくなって食べようと思って「あ」って言って「あ」ってやった時に「あの」あーが「あ」できなくても <laughs> うこれぐらいしか一口食べなくて <laughs>。 えィーってなってノールクで取っちゃったあそれで一回食べるのやめたんですよカントリーマンムカントリーマンムは一回もうティッシュの上に置いたんですでなんかあの一旦もうその後お昼ご飯食べるってやったからお昼ご飯の時に一緒に食べようと思って置いたんですけどその後に。 お芋さんちっちゃく切ってるやつなんか定期的に私のママが趣味で作って置いてあるお芋のストックがあるんですけどお芋のストックを見つけて「今だ!」と思って食べた痛いと思ってまたさあのお昼ご飯作りながら食べようとしてでまた引っかかってもうさすがにイライラしてその時に取っちゃった。飲み物はね飲める。 それぐらいんだからこう絶対になんか違和感はあるっちゃあるんだけどなんか忘れちゃうぐらいつけてるのを「あそういえば」ってなるぐらい日常を、ね、過ごすにはあんま問題なくってって感じなんですけどご飯食べる時は外せるしあと無駄なやっぱ感触が減るんだろうなこの先って思いました。 その3食のタイミングでしかもうこれが外せないしもう面倒くさいからうん食しづらくなりましたラッキーなのかなどうなんだろうなんかラッキーなのか分かんないですよね なんか正直私は食べることが好きすぐなんかすぐ食べれないことにストレスを抱えないといいなって感じですなんか完食大好きまあでもできるだけ減らしてはいるんですけどね完食することもあと昨日久しぶりにクリスピークリームドーナツ食べたらめっちゃおいしかったクリスピー クリームドーナツおいしいなんかあんまりクリスピークリームドーナツを食べる機会がなくてで昨日お友達のお家に行ったのでそれのなんか手土産として持ってってで一緒に食べて美味しかったです なんか可愛いから持ってくのになんかちょうどいい手土産みたいなのにもうんちょうどいいし開けた時のそうなんかデザインとかも可愛いドーナツ自体のデザインも可愛いし私は。 サンタさん、中のにカスタードクリームが入ってるやつ食べましたあと友達のお父さんがいろいろ差し入れくれたりしていろいろ食べました美味しかったですあとお友達とスーパーのお惣菜を持ち寄ってなんかパーティーみたいにして食べたいもの食べてみたいなのがすごい楽しかった。 なんかそういう友達の家に行ってホームパーティーみたいなのをもうさ大人になってしないじゃないですかだからなんかだししかもその友達も小学校からの友達だからなんか昔からもうお母さんのことも知ってるみたいな人だったからなんかすっごい懐かしい気持ちになって。 でお母さんがコーヒー入れてくれてみたいな,なんていいご家庭なのなんか人の家に行くっていうのがやっぱなんかあんま機会がね、コロナとかもあってさ余計に人の家に行きますよっていうのがもうめっきりなくなってたからなんかワクワクした人がなんか住んでる家に行くっていう行動自体にもワクワクしたし。 ドーナツとね、そうブラックのホットコーヒーがすごく美味しかったんですよ。それであの一緒に日浦を見るっていうプロデュースワンオワンジャパンのファイナルの服装があったんで、それを一緒に見るっていう楽しい会でした。 昨日私のママもお仕事だったんで私一人で見るところだったんで何、ね、か,かやっぱこういうのって人と見た方がおもろいなって思いましたなんかよっしゃ!」ってなったりとか,かその感情を近くに共有できる人が <laughs> いるってあ大事だなって。 めぐさんがさファンミー機のファンミでファンミの途中なんかしあの仕事放棄して投票し,したいと言ってたのがめっちゃ面白かった X で X でその話流れてきててかもう何そうやって私の友達の,の SNS はもうみんなニップしか見てないって言ってたし私の Twitter ですら私の Twitter ってまあ みんなお仕事のアカウントじゃないですか,なんかそれだと知っても結構日部の話ばっか流れてきたぐらい日部だったすごかった昨日の24時なんかこの見てなくてもなんとなくああやってることは知ってるよみたいな なんかそういう人が多かったいろんなオンディション番組があって私もいろいろ見てるけどなんかあここまでなんかこうすっごい全体が動くのって久しぶりだなって思いましたなんか友達も言ってたんだけど「あなんかこれ2次プロぶりぐらいにみんな見てるよこの勢い」って言って。 可愛い女の子が頑張ってす姿はいいですもんねだからいろいろなんか画面を見ながらなんかしかもその友達自体がおもろいから。 なんか友達のリアクションも全部面白くてすっごい良かったですなんか推しが一緒だったから推しがその友達は2人いてでしかも2人とも入ったんですけどあの何推しが一緒だったからこそ一緒に入ったから 時の盛りり上がりやばかったし呼ばれた時のマジで一生懸命投票してたので嬉しいもう毎日一日ももう2ピックになってから一日も欠かさずもう全部入れてました飯田しずくちゃんに嬉しい なんだろうもっと見てる人は見てると思うし私のママの方が全然ちゃんと見てたし私ってんかこうなんとなくで追ってたそうだからなんかあんまりいろいろしゃ喋れないちょっと肩身狭いけどでもこうファイナルの子のことはみんな知ってるしどういう子があって知ってるレベルには知っててちゃんと理解した上で投票してたから。 許してちょんまげーって感じ。うん。なんか盛り上がってました。すっごい。だから昨日家帰ってきてから、もう結局ママが。 見れてなかったからもう一回いいって <laughs> ファイナル一から放送が始まりましたもう二回見ましたもうさすがに何二回目は結構流し見だったけどママもママには一応ラインでずっと実況中継してて って感じだったけどママもずっと違う子を応援してたんですけどファイナル落ちちゃってでファイナルになってなんか誰にしようってなっていろいろ検討した結果ママはずっと心ちゃんに入れてて。 コロちゃんがぎりぎりで入ったんですよ、だから。よかったねーって言って。もう枠足りんよ、枠足らんかった、普通に、もうみんな <laughs>、みんなでデビューでいいよと思って <laughs>。もうみんなでデビューしようって感じ。 なんかでもさなんかこう3ヶ月しか経ってなかったなとっあ早いなと思ってそう言われればそうかと思ってさなんかあっという間ただなーったなて思ってでもあ,あってもらったなと思ったらまた新しいどうせオーディション番組が始まるしさもう,もう実際に始まってるんですよなんかママはなんかチラっと見てましたけど。 でもどんどん新しいオーディション番組が来るからママは忙しそうだなと思って私はいつも通りの生活に戻っていきましたまあユニバースチケットってやつやってますね何人かでも日本人いますよ やっぱオーディション番組最近何見ても大体日本人混じってるからねママが詳しい本当になんにいろいろ見てたなんかママに聞いたら大体今年本当にいっぱいオーディション番組あったんですけどだい。 タイのオーディション番組ままね、話せると思ういやほんとに大変だと思うもうなんかグループがねほんとに多いからと思ってんみんなが幸せになったらいいですよね。って思いながら昨日 ま、とりあえず推しが幸せになったから私はハッピーですでも絶対にねダメだった子も今回メンバー入んなかった子もなんかラボがラボネガールズ始まりっぽいしなんかこうやっぱダメだった子も何かしらでまた出てきてくれたりとかもあるから桜見えちゃんなんて「西風ロとガルプラと」って出てきて3回もかかって。 あんなにすごい子があんなに可愛いくてあんなにこうですらデビューするのに3回かかったんだから本当にねまたみんなの活躍が見れたらいいなあなんて思ったりしますあと私はあの今。 すごーく皆さんにお勧めしたいのは、窓際のトットちゃんです。<laughs> 皆さん、窓際のトットちゃんを今すぐに見に行ってください。本読むのが面倒くさい人はも、もうもうもうとりあえず見に行ってください。いや、今ね、多分もうなんか注目されてる。映画が多すぎて。 注目作が多すぎてなんかこう何を選びきれないもう時間しかもこんな師走のね忙しい時期にみんななんか選びきれないと思うんですけどマダケのトットちゃん自体をなんかさ知ってる人なんかもうんだろうなんか 何知ってる人は知ってると思うんだけどさ知らない人って結構知らなくってさあ,あそうなんだこんな名作を知らないなんて思うんですけど黒柳徹子さんのあのちっちゃい頃小学生の時のお話「ショールームぶん投げ」って言っても嫌だってもうトットちゃんの話しかしないんだからトットちゃんの話しかしなんか大丈夫別にこの先ショールーム見なく 見なトットちゃん見に行ったとてあの同じ話しかしてない <laughs> つまりトットちゃん見に行ってって話しかしないから <laughs> そうすっごい売れてるんだよすんごいあそうそう図書室とかにあったりとかするぐらいのあの大名作なんか結構あでもほんとになんか みんな見た方がいいあれはこう実はなんか実話とは思えないぐらいすんごいファンシーなファンシーなんかこう読みながら私も小学生の時に読んでたんだけどトトちゃんのお話を小学生中学生なんかそれぐらいの時になんかママに勧められて読んでたんですけど。 なんかすんごいお話をもう読みながら文字なのになんかすごい世界観とかあーこういうところなのかなーとかいろいろなんか頭の中で想像ができるんですよあそう1981年とか結構そうすごい前の前からあるお話ででなんかやっぱずーっと と黒柳さんも何度もなんかこう実写化とかなんかいろんなお話がやっぱあったわけよまあそれはもうね名作だからそりゃあねそうなるよってぐらいのお話なんですよそれはいろんな人が映像化したいっていうのがまあ分かるわってぐらいのお話なんですけどなんかずっとだから黒柳さんのそのトットちゃんのあの絵 の表紙の絵を描いてくれたやつがすごいなんかトットちゃんのイメージにぴったりだったんだって黒柳さんにあとなんか作品の中に「ともえ学園」っていう,もうそのトットちゃんはと学園に出会ってすごいいろんなことが起きてすぐ変わるんだけどそのと学園の校長先生の小林先生っていう先生がいるんだけどその小林先生をもう演じられる人がもう誰もいないって言ってでなんか。 ずっと断ってなんか特に映像化とかしてなかったんだけどだからこんなにねあの年月を超えてあの今回満をじしてでそのアニメーションの監督された方がなんか結構「ドラえもん」とかそういうのをいつも監督してる先生監督してる先生 <laughs> 監督されてる方っぽくて。 もうなんかインタビューとかもやっちゃったら全部監督のよすぎてで。でその監督があの2016年とかに「そのドラえもん」の映画を作った後にあなんかまた別のやりたいなってなった時にトットちゃんに出会って読んでめっちゃ惚れ込んで「これはもう絶対に映像化したい」って。 でやっぱ一筋縄でいかず何度もね黒柳さんにお願いしていろんな,なんか絵コンテとか持ってったりとか,かイメージとかをお伝えしていく中で黒柳さんもなんかアニメーションならなこのトットちゃんの世界をうまく表現できるかもしれないってなってでアニメーション映画になったんですけど。 なんかねやっぱ結構昔もう昭和16年19年とかの話だからもうちょうどもう第二次世界大戦とかの時期なんですよだからでトットちゃんって結構お嬢様だったんだけどお嬢様でもやっぱこう戦争ってなるともうお嬢様だろうがもう日本自体が戦争的ってもうお金がなかったじゃないですか。 お金がなかかったからでもなんかそれを結構重く描くんじゃなくって重く描いてないからめっちゃ軽く描いてるわけでもなくなんかこうやっぱちゃんと描かれてる中でなんかこうちっちゃい子が見ても怖がりすぎずちゃんとなんか戦争と。 ああこういう感じだったんだなってやっぱ戦争っても今日本はね,こうねあの結構ないじゃないですか戦争が起きなくなったけどなったからこう戦争に対するイメージってさあ私もなんかちっちゃい時小学校の時にそほたるの墓とか見てああ戦争こういう感じなんだとかいろん,んな映像とかを見て。 ワイドショーとかの映像とか小学校とか中学校とかで見てあこういう感じだったんだって学んでなんとなくは、ね、日本史の授業とかで学んだりとかしてあ分かってはいるものの、ね、なんかこう時代がどんどんさらに進んでいくと余計にねイメージがわかなくなっていく。 う思うしなんか私はなんか言ったけどそう戦争ってあこういうことがあったんだって普通になんかあんまり重くあ怖い怖い怖いみたいなこう閉鎖的に受け止め方はちっちゃい子があんましてなかったんだけどなんか私のママとかは結構なんか怖かったっぽくてちっちゃい頃にいろいろ。 だからトットちゃんの映画を見てあすごいなんかあ、うまく描かれてるねって言ってたしなんかすごい切なかったのがさお弁当文化なんだけど巴学園ってなんか海のものと山のものも絶対持ってこなきゃいけないの海だからまあ例えば鮭鮭とあと何 ほうれん草のお浸しみたいな <laughs> なんか鮭が海のものでほうれん草が <laughs> 山のものみたいなのを2種類絶対お弁当に入れてこなきゃいけないの。でなんかそれも授業の一環でなんかこれはどっちのものでしょうみたいななんか小林先生とかが例えばあの桜全部、まあ、これ別になんか言っても大したネタバレなんないから言っちゃうけどなんか。 とっちゃんで桜全部持ってきてですごい綺麗なお弁当持ってくるんだけど桜全部は海のものか山のものかどっちでしょうみたいになってで桜全部はなんか何か何かをすりつぶしたもの,なんか海,の海のものなの結局だからなんか海のものなんだよみたいな,な説明したりとか,なんかこうそれも教育の一個になってて。 そういうい感じなんだけどでもだんだん戦争がね悪化してくるとみんななんか白米に山のもので梅干し1個と佃煮が海のもの。 もう全員なんかその最初の方はみんな全然いろんな違うお弁当持ってきてたのになんか最後の方はもうみんな一緒のお弁当しか持ってこなくなっちゃったもうすごい捨てなくてでもなんかそれをすっごい暗く重く書いてるわけじゃないっていうのが「あ白身魚ありがとう」えて なんか逆に泣けたしあとその巴学園であの何トットちゃんが仲良くなった男の子がいるんだけどその男の子とのお話もすっごいいいんですよすごい感動す,る感動するしなんか映画は映画を見た側の人がなんかこう想像であこういうこういう意味なんじゃないかって。 なんかシーンの正解をあなんかめっちゃツバ出てきちゃったごめんなさいなんかシーンの正解を想像できるなんか描写みたいのがあったりしてなんか良かったですほんと。 あと学園自体が日本で初めてリトミックをなんか授業に組み込んだ学校らしい初リトミックだからリトミックのなんか様子とか流れたりとかするんですけど結構本当ににんか日常なんですけどなんか日常だから 逆に泣けるしあとトットちゃんが着てるお洋服とかもすっごい可愛くてなんか私最初に予告で見た時結構なんかイラストのタッチに癖特徴めっちゃあるなって思ったんだけどなんか映画で見たらそれがすっごい良かったなんかそのなんか雰囲気 がなんか作品とトットちゃんの性格にすんごく合っててよかったしあとその声優さんやってたリリアナちゃんって子があの今回トットちゃんの声やってるんだけどリリアナちゃんって子すごかったなんか3か国語喋れて習い事12個やってますみたいな,なんかとんでもないとんでもない。とんでもない 天才少女だったなんかダンスだけで5種類ぐらいやってたでなんかクもんもんかめっちゃなんかもう中学生レベルぐらいなんかめっちゃ賢いっぽい。 あ主題歌すっごい良かったですみょんさんの歌めっちゃ良かった。なんかトットちゃんのトットちゃんまあ黒柳さんの人柄の良さとかがすっごいなんかあ人に優しくしてあげようっていうなんかあったかい気持ちになる映画だったわけ こういろんななんか私が見た時はいろんな年齢層の人がね見に来てた若い女の子2人みたいなのもいたしなんかお母さんなんか家族みたいなとこもいたしおじいちゃんおばあちゃんみたいな世代もいたしいろんな世代が見てたけどもっといろんな人が見た方がいいと思うどの世代が見てもあの楽しめる 外ししは絶対しないとあなんか,なんかああつまんなかったなとはならないと元のお話がいいからそれでなんか最近10月に「クトットちゃん窓際のトットちゃん」っていうのがその結局あのトットちゃんのお話ってあの 秋田がどっかに疎開しに行くところでお話が終わっちゃうんだけどあのー、その疎開したあとのお話が描かれてる本が今年の10月に出てそれをママが買ってきましただから今後はそれを読みます「俗窓際のドットちゃん」もう私も私もママもモノトットちゃん青森か。 なんかトトちゃんのがお話が好きすぎてママはなんかね本当半分ぐらいずっと泣いてましたなんかそれは多分なんかこうママがなんか なんで泣いたのかってな,なんで泣き出しちゃったのかって言ってたのを聞いたシーン的になかったのなん,か理解なんで泣いてるのか理解できなかったじゃなくてなんかなんだろうな,なんかその行動に泣いてたんだけどそのなんか行動が正直私は理解できなかったなんか分からなかったんだけど。 なんか多分大人はわかるんだろうなって思った。なんかその行動が表す意味みたいな。私が多分あんま、ね、戦争に対する知識が疎いからちょっと理解できなかったんだけど。うん、なんかすごい心が。 温まるし。泣けるし。なんかこれ、もうなんか、これを、あの、もう道徳の時間とかに流したらいいと思う <laughs>。これも、あのね、ちっちゃい子はもうみんな学校で見よう。なんか。教材として。 のクオリティもすごい高いしもちろん大人が見ても大人にもぶっ刺さる内容だしな私なんか中学の時ベイマックスとか見たよ中学で だから、やっぱそういう作品がさ、求められるわけじゃん。ベンマックスも本当にいいお話。なんかちっちゃい頃に。見た方がいい作品。あ、教科書載ってんだ。あ、教科書載ってんだ。じゃあ、もう余計映像で見よう、みんな。 あとなんか映画,映画見たら分かるんですけどすっごいハエの音がするシーンがあってなんかハエの音がリアルすぎてもうガチで自分の周りを本当にハエが飛んでんじゃないかってぐらいハエの音がリアルなところがあって何か「ん!」ってなった一回。 いや今映画注目作多いからねでもなんかこう冬休みとかになってくるしえーなんかそういう年末年始とか12月8日公開だから全然まだ年末年始もまたいで放映されると思うしねなんか ぜひで映画じゃよりもあの本派なんですって人はてそれぐらいなんか自分ぶっ刺さってた作品がこうやってやっ本まあ本派の人からしたら本の方が読みやすいよってなると思うんですけどまあ正直本 読むよりも,もう2時間で見切っちゃった方があの見やすいじゃ見やすいじゃないですかだから映像だしもう,もう座ってたらもう見れるからおすすめですあと私は安定の映画館はもうアイシティばっかの。 アイスティーにしました安定のアイスティーが一番好きです絵が高いですよ 2000円ぐらいしますなんかあ、すごいプレゼント出てきた学生時代とかもっと安かったんですけど大人になってそもそもの値段も上がりちょっと高くなりましたでなんかこう。 どの,どの曜日かに行けばあのちょっと安く見れる日とかあと1日1日に見ればあの何安く見れるよーとか日あったりするじゃないですかでも,もそこを目指すとやっぱ一生見れないからうんだから る日行った方がいいんだろうなと思いました。本当にそれはもう。とっとちゃんを見て思いました。<laughs> ととちゃんも、もうあーまあなんか呼び合う日の休日に行くかとか思ったんですけど、なんかもうママがとっとちゃん見たいって。 ってだって私にちょうどお休みの日とお休みの日が一緒だったので「ももかととちゃん見たい」って言うから「じゃあ行くか」って言って,言って結果正解だった大正解なんか映画とか、まあ、舞台とかもそうだけどちょっと労力かかるじゃないですかなんかまあ今でこそ映画とかはさ あのしばらく待てばさあの何配信サイトとかに来たりとかさしちゃうじゃん見れちゃうじゃん。っていう時代だけどなんかわざわざ映画館に行く意味ってやっぱあるなって思ってあの大画面大音響集中できる環境を。 であのなんだって映画館行ってなんだろうなあ行かなきゃよかったみたいなあサブスクでよかったみたいな思ったことないし結局なんか。 あ映画館見に行ってよかったって,ってもうそろそろなんかあの映画館のカード作ろうかなって思う <laughs> 毎回思うぐらいにはあの見に行った後にいつもその気持ちになるでも結局年に6回とかも見ないから作んないんですけどでも行ったらああよかった あ飛行機ねそう飛行機とかでもね見れちゃうけど、ね、飛行機とかもなかなかね乗る人は別に全然それでいいと思うけど乗らない人か私はだってあのマイ・エレメントとかマジであ映画館で見とけよかったと思って <laughs> マイ・エレメントも。 マイ・エレメントが激推しでしたけどそれにトトちゃんが追加されました皆さんのおすすめにあマイ・エレメントもほんと激推しだったんですけどなんかトトちゃんはまた別ベクトルのいやほんとです私もなんかもう PRPR <laughs> PR と思われそうあーマリオねそうマリオもめっちゃ良かった マリオもめっっちゃ良かったマリオあれアトラクションだったなんかもうあれはマリオマリオなんかは来たたかと思ったもんあれもう続編も絶対来るし <laughs> あと私びっくりしたのがさ「あの雪」がさあの4までも決まってるってみてびっくりしたよ。 私プロポーション含ままお金出ませんよ含みませんよもう無料でやってますよ無料でプロモーションだからあのえもうこれもなんか言ったら言ったりてかむしろなんかプロモーションっぽいけどいいものしか言わないから <laughs> <laughs> この言葉が一番嘘くさいけどさ一番プロモーションっぽいくてなんか嫌なんですけど。 いいものしか言わないぞあみんなとりあえずスクールライドルミュージカルに来てください <laughs> 今一番いろいろおすすめありますけどじゃあもう,もう何もう PR って言われるんだったらスクールライドルミュージカルに来てください新信用度高いかこれ私私のこの このプロモーションのあの安心と信頼の実績です。でアナ雪も私なんか1位がすっごいバズったじゃないですかアナ雪って。でも私はなんかだから1位の方がいいって。 っていう人めっちゃいるし一しかみない人めっちゃいるけど私はもう誰が何と言おうとアナ雪二が好きアナ <laughs> 雪は二が好きなんですよやっぱね二の穴がいい穴がすっごいいい ににもう超劇場でやってまして。そなんか1位の方が多分キャッチーな楽曲とかも多いしあのお話の構成的に結構わかりやすいから。 あのね結構こう爆発的にうげさの分かるなお話のまとまりもいいしでもなんかこう「2」はすっごい感動する。 ね、でもね日本版でやるって考えると「ああじゃあ吹き替えが」とか、ね「誰がアナをやるんだ」とかあると思いますけど私,私の中でいやもう神田さんの代わりにアナができるのはもう,もうこの人しかおらんっていう人がいるんですけどかその人があのやってくれたら嬉しいなーって。 もう3も4もやるんだったらさ絶対吹き替え版が来るじゃないですか吹き替え版が来た時に。この方かなー なんかそれもあるしでも43も,もやってるの4決まっててすごいよねええー、みたいなだってもう結構2は どういう話だったかっていうと、まあ、要するにエルサってなんか,こうなんか凍らせちゃうじゃないですか世界をあの <laughs> 世界を <laughs> 世界をなんか魔法で凍らせるなんかやばい力を持ってる,ると思うんですけどだからなんかこう城に閉じこもってみたいなね話だったと思うんですけどあのなんでそんなエルサが何か街を凍らせちゃうみたいな,なんそんな魔法みたいなことが。 あのできるようになったかっていうのが明かされるのが2なんですよだからもう何か何やるんだろうみたいな3、まあ、はなんだろうな話してた話が来てもおかしくないなと思うんだけど。 オラフかみたいなんかでもなんかいろいろ作れそうではあるよねだってオラフだってさまあまあ謎じゃん存在として <laughs> なんかこうそういうのがあってもおかしくないのかなって思ったり。 ななんかすごいなって思うよね結構ディズニーもシリーズ続くものとかもいっぱいあったりするけどいやよく思いつくなって思うしいやないけ1がすごすぎたから余計にね。 穴雪っっててみんなな知ってるじゃないですかだからすすかかだらごいですよねでねも絶対にあのディズニーにまた新しくエリアができるじゃないですか穴行きのエリアがまたファンタジーなんだらプリンセスランドみたいのができてまた多分日本の中では穴行きが注目されると思うからもっとたくさんの人がに見てくれますようにと思って。 なんか他の国のディズニーとかは結構もうなんかあの駅のアトラクションとかオープンしてるっぽくて TikTok とかでたまに流れてくるんですよあ乗りたいなと思ってこれが日本にも来るのかーって思ってあ香港かもしれない最近オープンしたの香港かな初見は絶対一からの方がいい。 <laughs> 2位1位てからじゃないとちょっとあのねわけわからんかもしれないれす,くみしくすくみでいきなり高野菜行きますみたいなもんですよ <laughs> まずまず一旦本編見てってそういう感じいや、まあ、2位から見てもなんだろうな いや本当に一切分かりませんでしたにはなんないのあの域って、うん。でもなんかやっぱ1を見てるからこそその2の感動ポイントとか役への理解度とかあこういう子だもんねとか。 グッとくる、なんかその世界に入り込めるっていう点ではすくめも一緒ですよね。って思うなんか結局高、うん、野菜だけ来るっていうのもうんまあ、全く全部なんか何も見れないんですよ,よりは見てくれる方が嬉しいからでていいけど結局多分高野菜だけ初めて見ました人はあ 本編見とけばよかったって全員が言うと思う100%言うと思う <laughs> 100あの100人いたら100人が口を揃えてあのそう言うと思います だから私も「すくみを初めて行きまーす」って言ってくれる人にはお話し会とか握手会とかで「本公演の方?」ってもう絶対聞いちゃうんですけど。<laughs> とそれぐらいもう,もうあのねいやまずいや本公演がいいから本公演見てほしい。 また12月の24日からチケット出るのであそうあの本編見てくださってる方はねあのもちろん今回は小安だけですっていうのもあの全然それは全然全然大丈夫だと一生懸命 頑張るスクミエックスとかも最近結構オフショットとかがあげてくれたりとかそう、土日の本公演本当に出れなくて寂しいんですけどその分平日頑張りましたのでそうオフショットやらあとインタビューとかも本当にたくさん今回はね取り上げていただいたりしてるので。 またこの前の配信から一個ナタリーさんかな上田かなって感じなのでぜひあのそういったものも見ながらね楽しみにしてくれてたら嬉しいなと思います。 あやばいママが帰ってきたから絶対にあの w i f i の電波が妨害される気がします本当に絶対変な顔で止まりたくないと今は思っているちょっとママが帰ってきてしばらくしたら絶対止まる絶対になんでこんなに私のママの携帯と私の携帯の w i f i をなんか電波奪い合っちゃうのかわかんないんだけど。 <laughs> な,んかなんか奪い合っちゃうんですよね電波をこれが謎なんだよなちょっともうなんかわかりにくいからさ同士じゃないんですよ私は iPhone 使ってるんですけどママは Android 使ってるんででママがちょっと前に携帯変えたんですよそしたらその端末と私の 携帯 iPhone があの相性が悪くてでうちのそのルーター w i f i のそもそものルーターが一番離れたとこに私の部屋があるから中継機つないでるんですよ w i f i 全域に届けられるように。で中継機つないでるんですけどその中継機のなんかね具合が悪くなっちゃう。 不思議な現象なんですけど突然あと何こうママが帰ってきた時ぐらいの時と私がお風呂で使ってる時も結構切れる w i f i とやっぱこの部屋はよく切れるかもしれない夜寝る前とかここの部屋で使おうってしてでここの部屋で使おうって時もママがいなかったら全然切れないんだけどママがいるとね 切れちゃう長くしてほしいですよね謎原因。でも今日いい感じだね今日今のところ止まってない確かママがワイワイにしなかったら一緒止まんないのか 確かにママが帰ってきたって今何時ですか私今日 iPad 自分の部屋に持ってこなかったから時間が分からないのでござるあれ1時間経ってえるじゃん1時間経ってんじゃんみんな違う 姉がどうのこう乗ってってるときぐらいにもう1時間たってたってこともしかして私が <laughs> 無料プロモーションしてたは <laughs> あ みんんんなななで埋め尽くくしてくれいいとさわかんないんだよこの1時間経ったらさネタで入れてくる人とさ <laughs> ネタで入れてくる人と本気で入れてくる人かさあの混ざってるとわかんないからさもうみんな1時間経ったら埋め埋め尽くしてよ。ああ。 あー送り間違いね多分ねそういうのもいるだろうねあしが固定コメントとかそうだから1個とか2個とかねああなんかそう1時間経ってないやつかだと思うか今日は馴染んでた 20分30分トットちゃん30分トットちゃん30分やばい <laughs> トットちゃん30分やばいなプラスアルファ穴行きだよねあやばいな絶望おすすめですほんとにでも話したので満足したので。 帰ります。私、あの、あご我慢してるから、あの、は、は、はの話もしたじゃん、私。はの話もしたよ。<laughs> あの、は、はがあるから、あんまりね、あの、しゃべりすぎもよくない。ギリギリなるから。疲れちゃう。あが。どこに帰るの <laughs> 確かにここ家だもんね帰りようがないわ何もう眼鏡になりましたも,もうコンタクトを外して <laughs> そうなてなわけであの歯が進化しましたあっ教先生ちゃんと言ってますよちゃんと言います またえそうそうなんかこうやってさ釣り上げられてるからさなんかこの辺がさこうシューっとでもならんかなと思ったんですけどさ思ったんですけどさって何この敬語と体育ちの話って <laughs> <laughs> でも今橋こっちしかやってないからさなんかこっちだけ上がってこっち上がらないみたいな困るからちょっとなんかもう嫌だなって。 変わらないでますまあそんな感じなのでなんかあーなんかついてんなって思っても気にしないでください笑ってる時とかなんかこの辺になんかあのいるんですけどあのなんかゴミがついてるわけではなくあの強制装置がついてるだけなので気にしないでください。 ということで、えっと、ランキングを読んで終わりたいと思います。ラッキー五十七位は愛児さんです。ラッキー。そして13、十三位ワックさん、十二位ポン吉さん、十一位チョコミントリスさん、十位すぐるさん、九位ヨッシーさん。 八位レフティサポさん、七位表揚報紙バタヤンさん、六位トキイチさん、五位マサシさん、四位オーバールベッドマークン、三位クレさん、二位ィさん、そして一位がヒロピさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか喋るとぎごぎご言うってうこともなんか分かってよかったです。これつけてからまともにあんま喋ってなかったので、あびっくりしました。でもこうやって 喋れるってことが今日実証できたのでよかったです <laughs>。というわけでまたあ配信できそうな時に突発的にやるかも。だけどちょっとさすがにこれじゃあもうもゃうもないかなちょっとわかんないけどだからもしかしたらもう握手会かもしれないですので。 あの握手会来てくれる皆さんお待ちしてますえっと二十四日のがあのああれラッキー五十七の読まなかった私今読んでないラッキー五十七ケネスさんですラッキーありがとうあ読んだ読んだ読んだ読んでた えっと、24日の午後の終わりに私の卒業のセレモニーしてもらうのでみんな帰らないでください帰らないでくださいだしえっと夜からの部っていう人は早く来てください <laughs> あ,あ次聞けの部だってどっか行かないでください この部を終わるまでみんな待っててくださーい。ねびっくり私の最後の握手会がもうあと1週間後でもほんとびっくりするんですけどみんなと最後まで楽しくお話ができたらいいなって思います。も,うもちろんねこう10月11月でもう最後だったって方もいらっしゃるので。 12月も最後だったって方もいらっしゃると思うので最後12月が最後って方もいらっしゃると思うし直接的にお話しできるのはもうそもそも最後になるので AKB の握手会最後って感じなのでびっくりしてるんですけどなんか現地楽しんでいけたらいいなと思います。 てってまた直前とかに配信でやってきたごめんなさいでも多分来ないと思います <laughs> ではキャッチフレーズして終わりますあなたのハートを牽引したいいつも全力握手会でお会いできる方は握手会でお会いしましょう 23日はサンタさんの予定です。またねー